7月末、福岡市にオープンするキッザニア福岡で、子どもたちが仕事を実体験できるパビリオン企業が発表されました。東京、兵庫に次ぐ国内3カ所目となるキッザニア福岡は、子どもたちが憧れの職業を実体験できる施設です。7月31日のオープンを前に、今日出店企業が発表されました。そんなここ福岡でオープンするのが、KDDI の宇宙センターです。KDDI のパビリオンでは、宇宙飛行士と宇宙センターとのやり取りを実体験できるほか、地元企業からも西鉄やムーンスターなどが出展します。 KBC も朝の情報番組朝です KBC のパビリオンを出展します。またキッザニア福岡では DX などを集約した体験エリアや観客の前でパフォーマンスを披露できるオープンシアターなどが新設されるということです。